こんにちは。天板アカデミー堀秀夫です。アップルショックで急速な円高が進み、行政ロスカットでかなり保存を超えている人が多いです。そして発表された専門家の分析。アップルの業績が悪くなったから円高が進んだ。売り上げが890億ドルから930ドルの 予測だったのに840億ドルに減った。収益率が38%から38.5%だったのに38%になった。そしてこのようにね、急速に円高が進みました。ドルの下落、円高が進みました。ね、一気に、えー、6円近く動いたわけですね。アップルショック。 アップルが業績を下方修正したので、景気先行き不安からドルが急落した。まあ、これが専門家のアップルショックの解説です。iPhone が売れないから景気の先行き不安が強くなった。そして急速なドルの下落が始まった。電話機が売れなくなって為替が動くと、まあ、そんなことがあるんでしょうか。毎回思うことですが、為替の解説はいい加減です。 本当はなぜそんなことが起こったのか正しい説明は誰もできませんしかし嘘っぱちでもいいから何か理由が欲しいそんな事情にお答えして専門家が適当なコメントを発表します実は為替で勝っている人たちはなぜなんてことに興味はありません上がる方にかけて勝ったら賭け金をでかくする上がる方にかけて負けたら損切りする 下がる方にかけて勝ったら掛け金をでかくする。下がる方にかけて負けたら損切りする。これが為替ディーラーの取引手法です。投資銀行のディーラーには序列があります。一番上が債券ディーラー。国の内容を分析して債券を売ったり買ったりします。次が株式ディーラー。会社の内容を分析して株式を売ったり買ったりします。一番下が為替ディーラー。 何も考えず動きに反応して利益を出すことを狙います。極端な話だと思うかもしれません。しかしこれがロンドンのシティやニューヨークのウォール街の投資銀行の序列です。実際に取引するディーラーが何も考えてないわけですから分析なんて意味がありません。重要なのは自分の予測が当たったか外れたか。当たったら掛金を増やす。外れたら損切りをする。 やることはとはてもシンプルですなぜ FX の話をしているかアマゾン輸出の商品探しと同じことだからですアマゾン輸出で儲けるにもなぜという考えはない方が早く稼げます仕入れた商品で儲かったら仕入れ個数を増やす仕入れた商品で損をしたらあるいは売れなかったら損切りする結果はすぐ出ます投資資金はわずかです 他の人はなぜこんな商品を売っているのか、自分はなぜ売れないのか、分析することにあまり意味はありません。そもそも本当の理由がわからないのに分析することは危険でもあります。私は儲かる商品が見つかるようにサポートしています。あれこれ理由を詮索するより、儲かる商品を見つけるまで商品を仕入れ続けた方が早く稼げるようになります。これは 500人以上サポートして分かった真実です。すべての行動に理由づけや納得することが必要な人は稼げるようになるまで時間がかかります。考えるより先に行動する人は稼げるまでの時間が短いです。以上、早く結果を出すための商品探しのコツを FX の いい加減な解説を見て、まあ、そういえば FX と商品探しに似てるなと思ったんでね解説させていただきました以上天板アカデミー堀秀夫でした